ドミトリー・ニコラエヴィチ・コザクは、ロシアの政治家。第1次、ミハイル・フラトコフ内閣の元官房長官。第2次、ウラジーミル・プーチン内閣及びドミートリー・メドベジェフ内閣にて副首相を務めている。1958年11月7日、ソビエト連邦ウクライナ・ソビエト社会主義共和国の、キロボグラード州に生まれる。1976年から兵役に就く。軍では、 空挺部隊に勤務する。1985年に、レニングラード大学法学部を卒業し、レニングラード検察局に入る。その後、市のコンツェルン、モノリトキロフストロイで、法務部主任。レニングラード公安機関法務部主任などを経て、レニングラード市法律関係の初期間に勤務する。1990年、レニングラード市人民大議員大会。 執行委員会法務局副局長に就任。1991年には同局長に昇進。1994年9月にサンクトペテルブルク市法務委員会議長となる。この頃に同市の第一副市長だったウラジーミル・プーチンと出会い、プーチンの片腕として働くようになった。1998年から1999年までサンクトペテルブルク副市長を務めた。 1999年、ロシア連邦政府に移り、プーチン首相のもと、8月政府官房次長、ついで官房長官に相次いで就任する。2000年ロシア大統領選挙では、プーチン戦隊に参加する。プーチンの事実上の政権構想となった2010年までのロシア戦略発展計画立案の作業班にも参加した。同年6月に、 ロシア連邦大統領府副長官として、プーチン政権の中央集権化政策などの改革立案に関与。2003年10月、大統領府第1副長官に就任する。2004年ロシア大統領選挙直前の2004年2月に、プーチンがミハイル・カシアノフ首相を解任し、同年3月に第1次、ミハイル・フラトコフ内閣が成立すると、小坂は官房長官に就任した。 同年9月、南部連邦管区大統領全県代表に就任。連邦政府に新設された北カフカス政策を担当する連邦特別委員会の委員長も兼務することになった。小作の任命の背景には、武力のみならず、経済面でのチェチェンを含むカフカス問題の包括的解決を目指すものと観測された。2007年9月、 ビクトルズ・プコフ内閣の地域開発省に就任。2008年5月に成立した第二次、ウラジーミル・プーチン内閣でも留任したが、同年10月に、ソチオリンピック専任の副首相に就任した。小ザクは、プーチンやドミートリー・メドベージェフとは、レニングラード大学の先輩後輩にあたる。その経歴から、プーチン政権の初期から中期までは、メドベージェフ、セルゲイ・イワノフ、 アレクサンドル・ジューコフなどと共に有力なプーチンの後継候補と目されてきた。ありがとうございます。